あ、寝坊か。なんか今日ココペと泊まりしてたんですけど、絶賛寝坊。ねえ、千秋楽。そうなんです、今日千秋楽なのです。ココペさすがにね、起こした。配信してしてって。そうですよ、昨日ねクラベと泊まりした時に、まず先にお風呂入ろうってなって、そう、先にお風呂入ろうってなって、先にお風呂入ろうってなって、まあ、上がったのが11時ぐらいで、そっからご飯作って、で何を食べたかっていうと、オムライスとポテトとスープ、ちょっと塩分高めな食事をしまして、スープもね、塩分高めな。大丈夫、塩分高めな食事をして、ちょっと顔がむくみました。ね、早起きしてね、チャーハン作ろうって言ってたのに。で、チャーハン差し入れで持っていこうと思ってたのにさ、作れんかった。冷凍チャーハン持ってこうかな。藤子が選手力差し入れになったら全員泣くと思うって、ココペにも言われた。もう私が泣き出したらみんな泣くからみたいな。コペな、コペも今言われたわ。おいで、ここまだ起きたから小太郎に会えてない。あ、かいまだ会ってない、会ってないよ。でもね、ちょっと意地悪で起こさないっていう選択肢はありかなと思った。コペを確かよ。やば、怒られるまで起きれないんで。本当よね。もし起きるならアラーム何も聞こえんかった。アラーム聞こえたわな。夢見たし。なんかさ、実感湧かないからさ、あれじゃない、なんかすぐ始まってすぐ終わっちゃったからさ、なんかさ、多分さ、この前のさ、あの HK4 の時みたいに何年もしてさとかやったらさ、なんかね、思い出があってさ、わあ知ったかみたいな。だけどなんかね、あんまない、そういう気持ちが。しなくよろしくお願いします。さっきまで寝てて起こしてもらいました。そうです、起こしてあげました。でも昨日、ね、寝れたのが7時、あ、ちょ、間違えた寝れたのが3時ぐらいよね、結局、うん、なんか、まあ、いろいろありまして、そう、いろいろありまして、1時半ぐらい寝る、あ、違う、やばいよね、え、でも私1時間ぐらいか、なんかちょっとやらなきゃいけないことがあって、そうで頑張ってやってたんですけど、ご飯食べ出したのが12時やん、うん、で、まあ、そう1時間ぐらい食べ終わったやん、うん、なのにそのやらなきゃいけないことに1、2時間かけたってこと？やばいね。うわ
すぐ寝ました。ココピは終わる前にも寝てたよ何回も。私はなんかまださ、ね、なんか体力っていうのがあったから。頑張ったよね。うん、後々分かります。終わった後に分かります。ねえ、まあ千秋楽ということで。私も頑張ってるの。でも韓国、いいな、韓国行ってる。ねえ、韓国行きたい。そういう話だったよね、昨日。なんか韓国でやったら韓国のコスメが日本円よりめっちゃ安いみたいな。そうそうそう、韓国で買った方が安いよねみたいな話になって行きたいっていう。コタロくんだ。そうだ、コタロは昨日はなんか私がオムライス食べてたらめっちゃ横で見てました。うん、そう、作ってる最中もそうそうずっと、ね、キッチンの上に登られて。でもコタロ鶏肉のオムライス作ったけど、うん、鶏肉をになんか反応してめっちゃ狙ってくるけど、まだ、まあ、猫がペロペロしたやつは食べれないから普通にめっちゃ頑張ってて、玉ねぎも切ってたけど、うん、猫は玉ねぎ切あの食べちゃダメだから、そう頑張ってね、阻止した。コタロを阻止阻止してました。最終楽行きたかったけど、そう今日6時開演だからみんな気をつけてください。それにあのドームでコンサートやってるから、もう気をつけてね。私もえ今日なんだね。やばいね、かぶって。27、28ってこと。千秋楽寂しいけど楽しみ楽しみ。なんかさ、千秋楽寂しいとかじゃなくて楽しみしかないじゃん今、うん、うちはロッキーって、うん、でもさ実際やっぱ寂しくなっちゃうかな。なっちゃうね。藤子泣いたら泣くよねみんな。じゃあすぐ泣こうかな。え、でも絶対1曲目から泣いてる人いると思うんだよね。誰だろう。ひなたひなたすぐ泣いてる、うん、クロちゃんもね、すぐ泣くよね、うん、自己コメント何頼んだって今日。今日はちゃんと頼みましたけど、うん、やめとけばよかったと思った。なんかこの前おしゃべり会のケータリングで、うん、なんかステーキが出て、ビーフステーキが、うん、それが美味しすぎてステーキ食べたくなっちゃったから、ちょっとお肉のお弁当頼んだのね、うん、けどなんかちょっとロースコツカレーにすればよかった。カレーとお肉カレー大好きけど、まあいいやと思って。でもさ、マジ美味しくて、あのおしゃべり会のケータリングが美味しいよね。そういうのたくさんあって、ちまついなちゃん配信しとって髪の毛ボソボソやった。いいな、いいな、やばい、ちゃんとしてに。みかんの顔を近づけると目をしぼしぼさせるんだよねって。どういうこと？分かんない。それやってみてもいい、ダメなやつ？どうなんやろ、しぼしぼ。逆に泣かないメンバーいると思う？いないと思う。え、わかんないよ、もう意地でも泣かないっていう。いや、おらんと思うね。いや誰やろ。でもまあおるとしたら、待って待って、時間が出た。誰だろう。待って、メンバーだよ。ハンちゃんとか意地でも泣かないとか言う？泣くかな。リニーリンカは？リニーリンカと何泣いてんのよみたいな感じで、うん、
多分泣かないメンバーがいるかもね。なんか普通に悲しい寂しいの感じがなくてっていうか泣かないみたいな泣かないそう、そういう感じでさいるかもね。そう。誰かな。研究生はっちゃんが一番泣かないって。泣かないかな。はっちゃんでも泣かなそうだな、あんまり。おひろちゃんを作るって作ってください。千秋楽頑張ります。ファイティング。ヒーローとサーヤのお姉さん組はめっちゃ泣きそう。確かに、うん、重い。やっぱさ泣くか泣かないかでさルッキーに対する愛が分かるよねじゃあ泣かないよ愛とこの子に対しての思いがあるからなかったら泣かない、うん、泣いたことは泣けないから、うん、じゃあ私は泣きたいと思いますでも絶対泣くから大丈夫、うん、泣きたいから。なんか思い出したら泣いちゃうくない、うん、わこうだったなこうだったなとか。どんな曲やばい。タンポポとか。もタンポポぐらいが怪しくないもん。怪しいよね。前半で泣くんやったらチャンジュンとか。ああやだー。でだけど高値は踊れないっていう。高値ちいちどうする。頭真っ白。ステージ吐けるしか。やばい。でも一番泣く曲って言ったらルーマーは泣いてる暇ないくらい。ルーマー泣きながらやったらやばいでもさどうするみんなタンポポ触ってからさルーマーも泣きながらしてたら、うん、そうだね裏で。でもやっぱイマイチじゃない。だよね。イマイチってさペアでさ最初と最後やるじゃん、うん、なんかこのくるくるみたいな、うん、そこねやっぱ目が合う曲って泣くと思いますけど。ペアダンス。うん、いや、やっぱチャンジョンピアノさんじゃん。ワン、ツー、スリー、フォー、スタジオで言うと、うん、じゃ結構ピアダンスの曲あるね。うん、ワン、ツー、スリー、フォーあるやろ、うん、ウォーバナナ、マルカ、ロッキンダンス、うん、あるよ。アウトロ、チャンジョンもあるじゃんけん。うん、高値はない、あんまり。なんかペアとかはあるけど、ペアはないよね。うん、ペアはない。まあほとんどあるけど、うん、会いたくてもないね。うん、つぼみある。え、まあ、うん、ペアペアっていうか、うん、まあ、うん、そういうの遊ぶところがね、うん、傾向もあるよね、うん、なんかペアペアペアしてないけどなんかやっぱね、うん、でもなんかさ泣いてさ記憶ないまま終わるよりはさちょっと泣くの我慢してさなんか記憶ある状態でわかる、うん、なんか全部泣いてなんかあるよりかちょっとね記憶ある方がいいなとか思って見たりして。なんか泣いたらそうそう泣く記憶しないと記憶しかそう。しかもさたまにガチで踊れんやん。そしたらひめちゃんが泣きながら変なこと言ってそう。うん、ひめちゃんね昨日もレッスンでうるさかったの本当にああいうの嫌だひめちゃんにぎやかでした。そうでもねゆいながね時間だけにあるから。そうよ。そうね。あ、ゆいきじゃ何日だった一抜け。ありがとうございました皆様。13位ちゃんとくさんありがとうございます。12位しみしみさんありがとうございます。11位かべちょろさんありがとうございます。10位コンソラさんありがとうございます。9位そらさんありがとうございます。8位ペシさんありがとうございます。7位ウッチーさんありがとうございます。6位カンさんありがとうございます。5
5位もぎたてりんごさんありがとうございます。4位ただの魚さんありがとうございます。3位ダンさんありがとうございます。2位 MJ さんありがとうございます。1位あおいちゃんさんありがとうございます。ラジオ止まらないから気をつけます。何が？ラジオ止まらない。あ、そうだね。私もさ、泣いたってさ、YouTube とか見ないとさ、泣き止められないんだけど、なんか楽しいことしないと。ルーマーダンスって苦戦したのを思い出して泣いちゃうんじゃないって。合宿思い出して泣いちゃうの、ね。やっぱありがとうございました。私ってこんなに下がったっけ。